皆さんおはようございます。ジャナドルのアリちゃんです。今日はグルドルの撮影に潜入したいと思います。なんと豪華メンバーが集結しているとのことで、とっても今からワクワクしています。それでは行ってきます。ジャナドル川島が橋本里奈さんにインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。里奈さんにインタビューするのは私2回目なので、そうですね、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。あと今このご時世ですが、はい、今最近はお家とかで何されてますか？家ではもう、はい、ほとんどテレビ見てダラダラしてます。ダラダラ、めっちゃダラダラしてる。なんかお家の時間が増えたことによって、うん、なんかハマったこととか、うんうん、なんか趣味とか、なんか新しいこと始めたとかありますか？なんかもともと結構海外ドラマとか海外の映画とかが好きで、はい、でもこう普段仕事が忙しいと家帰ったらすぐ寝ちゃうし、はい、朝もギリギリまで寝ちゃうから見たくても全然見れへんかったのを、もう今一気にもうドラマとかも結構シーズンいっぱい出てるやつとかでも2日ぐらいで、あ、もうまとめて、もう一人でずっと見てて、そう、もう英語喋れそうです、喋れないんですけどあ、もう見すぎて、そう、見すぎてなんかもう、だいぶ一人でやっちゃうもうニュアンスはもうかなり入っちゃってますね。そうなっちゃってる。そうですね。なんかハマってるその中でもおすすめの作品とかありますか？韓国、あ、今流行ってますよね。そう、韓国ドラマだと、はい、イテモンクラスっていうのが結構面白くて、面白いです。あともう昔から好きなのはゴシップガール。あー、私も見てました。もう私も全部見たのに何回でももう一回面白いですよね。そう、見ちゃってやっぱ憧れますね、ああいうセレブ、セレブでこう日本と違いますよね。そう、派手な生活でもう週1ぐらいパーティーするみたいなすぐ集まりますよね。そう、あいつら、ああいうのがもう憧れ。そうですね、じゃあもうおうち時間はもう海外ドラマとかを見て、うん、見て過ごされてる感じですね、うん、そうですね。今回グルドルであの水着を着ていただいたんですけど、うん、今回の水着のポイントとかありますか？今回の水着のポイント、割とシンプルなやつの方がこうちょっとフィギュアっぽいのかなみたいな勝手なイメージで、こうシンプル。あ、じゃあフィギュア感を今回はあのちょっと意識していただいたってことで、うん、か、うん、なんとなくこれがあんまヒラヒラしてるよりもこういう、なんかこういうのが一番体のラインが分かりやすいかなと思って三角水着のこういうシンプルなものにしました。はい、そのポーズでどっか見てほしい注目ポイントとかありますか？うん、多分皆さんかなり回すと思うんですけど、うん、360度でも360度をじっと見れることってこういう機会しかないから。そうですよね。そうそうそう、地面だともう片面だけするもんね、うん、だし、こう例えば撮影会とかこう撮れる機会があっても360度撮るってなかなかできないから、もうせっかくなんで見れないところまで見てもらった方が。そうですね、はい、なかなかあの後頭部とか見れないかもしれないですね。あれ、これ上見れるんですか？上見れへんよ。あのこの辺とか後ろね、確かに確かになんかこう後ろに人が立たれると気になっちゃって、気配が嫌なタイプですか？そう、だからぜひこの機会になかなか見ることがない後ろ姿を見てください。何か告知とかございますか？告知は、それこそ今こういうご時世で、ちょっとマスクが全然売ってない、はい。そうですよね。じゃないですか。で、それで、友達が、マスクを作っててですね。はい、おぉ、そうなんで、服屋さんをやってた友達が、急遽、マスクを作る、マスクがないからって言って、マスクを作る方に、こう、仕事を変えて、はい、そのマスクがこう布なんですけど、はい、見た目は普通のなんていうの紙マスクに見える線が入ってる布マスクで、めっちゃおしゃれで、なんかそういうなんですかね、こういう時に新しい仕事を始めようってなかなか思えないし、やっぱりどうしても私も仕事が休みなら家でダラダラしちゃうから、なんかそういう風にこう考えれるのってすごい素晴らしいなと思って、まあ告知というか、なんかいいなって最近思った話ですね。マスクなくて困ってる人には、うん、本当にそうだから、もし困ってる、でもどこも売ってないじゃないですか。そうですね、ぜひぜひそういう方はそちらはまだ、うん、在庫はあるし、なんか聞いたらめっちゃ早いんですよ、届くのが。そうなんですね、それはめちゃめちゃ助かりますね。そう、そうだからぜひぜひ、それは繰り返し使える、ね、そう、50回は洗えるらしい、50回。そうなんですね、うん、
じゃあぜひ、うん、皆さんこれを見てる人はなんかありがとうございます。あと、あの、はい、皆さん自身の告知ございますか？私はそうですね、あの、9月に初めてこの映画に出るんですけど、主演で、そうなんです。主演で、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あの、はぐれアイドル地獄編という、もともと漫画が原作なんですけど、はい、映画化するってことで、主演の早原美空っていう、沖縄出身の、琉球空手をやってる女の子の役なんで、あの、かなり原作ちょっとチラ見したら、うん、結構そう過激ですよね。そうなんですよ。めちゃくちゃこうエッチな描写も多くって、私も最初お話いただいた時電車で最初読んだんですけど、あれちょっと電車で電車で読める話じゃないと思って、そう横ニュースとかびっくりしちゃいますよね。そう、でも内容的にはアクションももちろんあるし、で面白いコメディみたいな部分もあったり、エッチな部分があったりするんですけど、もうお話自体はすごいいい話なので、あのきっと感動もありっていう感じで、感動もありで、はい、なのでぜひぜひ、あの9月公開予定なので、で、はい、かなりじゃあ体当たりで撮影挑まれたってことですね、うん、しました。もう毎週アクションレッスン通って、はい、やりました。じゃあそれも楽しみに、うん、はい、していきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、皆さんよろしければチャンネル登録といいねボタン、コメント、高評価よろしくお願いします。それではジャナダルのアリちゃんでした。バイバーイ。